トイストーリー、トイストーリー、現代、トイストーリーは、ピクサーアニメーションスタジオによる、1995年に公開された、コンピュータアニメーション、ファンタジー映画である。ディズニー配給のアニメーション映画作品、1995年に公開された、劇場公開された、長編映画作品としては、初のフル CG アニメーション作品、全世界で、 約3億6200万ドルの興業収入を上げた。これは当該年度の第1位である。日本での公開は1996年3月23日。日本でのセルビデオ出荷本数は190万本。制作は、ピクサーアニメーションスタジオ、監督ジョンラセター、ピクサー、長編フル CG の作品を生み出した制作チーム統括の業績に対し、 監督、ラセーターはアカデミー特別業績賞を受賞し、他にアカデミー賞候補として、脚本賞ノミネート、アンドリュー・スタントン、オリジナル主題歌賞ノミネート、ユーブ・ガット、エフレンド・イン・メ、作曲賞、コメディ部門ノミネート、ランディ・ニューマン。1999年には、続編、トイ・ストーリー2が公開された。2009年10月2日には、続編、 トイ・ストーリー2と共に、デジタル 3D 版が日本立てで2週間限定で、全米公開。日本では2010年2月6日に公開。2010年6月18日に、シリーズ第3作目、トイ・ストーリー3が公開された。日本では2010年7月10日公開。2008年に発表されたアメリカ映画ベスト100、10周年エディション、では99位にランクインした。 2011年にはアメリカのトータルフィルム誌で行われた史上最高のアニメ映画50に手第1位に選ばれた。2019年6月27日に第4作目トイ・ストーリー4を全米公開。日本では同年7月12日公開。カウボーイ人形のウッディは古めかしいおしゃべり人形。背中の紐を引っ張るとパンツの効いたカウボーイトークを聞かせてくれる。 そんなウッディは少年アンディの王のお気に入りで彼は毎日のようにいろいろなおもちゃを取り混ぜながらカウボーイごっこに興じるのだった。そうしてアンディが楽しく遊ぶおもちゃたちにはとても大きな秘密があった。彼らは実は生きていて話したり自由に行動したりできるのだ。しかしそれを人間に知られてはいけないというのがおもちゃのルールなのだ。ウッディは アンディの一番のお気に入りのおもちゃで、おもちゃたちのリーダーでもあった。そして、今年も、アンディの誕生日がやってきた。おもちゃたちはこれから共に過ごすことになるシンガオに、興味津々。そこへ現れたのは、最新の宇宙ヒーロー、バズ・ライトイヤーだった。技術の息を結集したようなバズに、アンディは、案の定夢中になってしまう。また、バズ自身も自分が、 本物のスペースレンジャーだと信じて、飛行能力を証明するため高みから飛び降りたりするが、飛びはしなかったものの、派手な動きでかっこよく落ちたことから、これにはアンディのおもちゃたちまでが心を奪われてしまう。そんな中、デイビス家が引っ越すという新たな問題が持ち上がる。その騒ぎの最中、バズのことが面白くないウッディは、バズにちょっとしたいたずらを仕掛けるが、 アクシデントが重なったことでバズはアンディの部屋の窓から転落するという大事故に見舞われてしまう。しかし他のおもちゃたちはウッディが自分にとって変わりそうなバズを突き落としただと誤解し始める。一方ウッディはアンディに連れられてピザプラネットというレストランに連れて行かれる途中、二人を尾行してきていたバズに会って喧嘩となり夢中になるうちガソリンスタンドでアンディとはぐれてしまう。 必死に彼を追う二人だったが、道すがら、おもちゃ殺しと称される林家に住む悪童少年シドに発見され、そのまま連れ去られてしまう。彼の部屋に閉じ込められたウッディとバズは、もうすぐ引っ越してしまうアンディの家へ戻ろうと試みる。しかし、テレビで流れていた、バズライトイヤーの CM を見たバズが自分がおもちゃであことに気づき落ち込み、さらにはシドがバズに、 ロケット花火をくくりつけ爆発させようとする。ウッディは、シドのおもちゃたちの協力を得て、バズを救出することに成功する。だが、デイビス家が乗った車やアンディのおもちゃたちを乗せた、引っ越しトラックが出発してしまう。ウッディとバズはトラックを追いかけるが、間に合わなかった。そんな中、ウッディがバズにくくりつけられたロケット花火の存在を思い出す。二人は、 ロケット花火を利用して、アンディの元へ戻ることができた。その後、アンディたちは引っ越し先でクリスマスを迎える。おもちゃたちは、新しいおもちゃがプレゼントされないか心配していたが、プレゼントの中身は子犬、バスターだった。そして、冒険を共にしたウッディとバズは、固い友情を誓ったのだった。日本語吹き替えは当初、ウッディに、山寺宏一、バズに、 現田鉄章という配役であった。吹き替え作業もすべて終了し、宣伝ポスターや広告にはすでに山寺らの名が掲載されていたが、公開寸前で配役が変更された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。